ピーマンやっしょい。水のある、愛のあるといらっしゃい。ミルクちゃんっしょい。ミルクピーいらっしゃい。アムアムいらっしゃい。イソクミアいらっしゃい。ホノカいらっしゃい。ノゾいらっしゃい。なっちゃんやし到着か。いや、姉妹やし、魔法使い変態王女やし、どんな状況だ。あ、ミルクピーさん、どんな状況か。20代男性は骨髄やし、お前その顔何なんだ。お前はヤンキーマンジャンと暴走やし、丸亀製麺食ってるうどんや。すらし、俺うどん無理。 X ちゃんやし、どこ向かってるの。いや、どこ向かってるか、いや分かんないですね。自分が分からないから今。ティーバックキャバクラ行くなら、あゆちゃんおすすめだ。なんだよティーバック、ちょっと詳細送ってきて、DM で。ああ、よくある自分や、ナックンやし。アキラ気をつけて帰ってこんといけんよ。緊急事態なんかあったの。いや、やばいね。ミネルニアやし、玄関は、荷物は玄関出しておくから見本席に行ってください。いつも緊急事態やな。いつも緊急事態です。まあね、やせ。そう、毎日大事な話があるから。緊急事態。アナピッピやっしゃい、シャリゾーやっしゃい、アンやっしゃい、ナッチやっしゃい、オカイミやっしゃい、アガミやっしゃい、ピヨンやっしゃい、バンビやっしゃい、アスユカやっしゃい。よ、やっしゃい。シキギンやっしゃい。審査通ったの。まあ審査通ったね。チュチュいらっしゃい。ヒロアキいらっしゃい。メル様いらっしゃい。コマネいらっしゃい。ポコいらっしゃい。ザシキャラシいらっしゃい。ヒナいらっしゃい。ミネルいらっしゃい。ミンナンチャいらっしゃい。
最近通知来ないや、通知飛ばしてないもん、もう送ったぞ、マジ。あ、よかったら、よかったら皆さん、あの僕のあのツイッターの本話のフォローと、あのツイッターいいねお願いします。もうあと59人がいいねしてくれたら、あのパボ1000なんで。緊急事態宣言とは、緊急事態宣言というのは、あのテロップに緊急事態って書くことを緊急事態宣言と言います。押してきた、了解、ありがとう。お前いいね数やばいな、やばくない、こんな上がると思わんかったし。テレビ出てるかよ、うん、なんかテレビデビューしてしもうた、不謹慎でテレビデビューしてもしもうた。緊急事態毎日だね、とか毎日緊急事態になって、緊急じゃないとき配信外ぐらいだって。緊急事態でなんでサブなんだよ、もうサブでいいって。だってどうせ本話で緊急事態とかやって配信しても落ちばく飛ばんしディスコメしか飛ばんし。今回の緊急事態、今回の緊急事態はやばいね。いや、いつもよりやばいっすけど、やばいんだ。ケイちゃんやっしゃい。あ、じゃあ挨拶します。皆さんノーお願いします。グーちゃんやっしゃい、マイクフォードやっしゃい、アントニーやっしゃい、ツーちゃんやっしゃい。全部読むで。アリューやっしゃい、激ツリーちゃんやっしゃい、桜花いらっしゃい、スイカいらっしゃい、ウエツいらっしゃい、ナイいらっしゃい、ナギいらっしゃい、エクスチェンいらっしゃい、ヒデいらっしゃい、夏美いらっしゃい、あーやべやべ、ラブンツェいらっしゃい、マイルいらっしゃい、メイさんいらっしゃい、マニアスいらっしゃい、ピアンいらっしゃい、あれやばいやばいやばい、どこだこれ、チームいらっしゃい、シオコいらっしゃい、ドーマいらっしゃい、アツコいらっしゃい、マイクコードいらっしゃい、トモいらっしゃい、ピーマンいらっしゃい、プーさんいらっしゃい、プリいらっしゃい、タマゴサンドいらっしゃい、ローコのマリル激アツいらっしゃい、シモいらっしゃい、夏、あーやべ、ミルクフィア、スイカいらっしゃい、イソクンいらっしゃい、トモいらっしゃい、シモいらっしゃい、カオリいらっしゃい、ウサギちゃん、ウリいらっしゃい、イス、ユッキーいらっしゃい、サリーいらっしゃい、ポコいらっしゃい、リーちゃんいらっしゃい、キャサリンいらっしゃい、あーやべやべ、どこかわからん、トモ、どこだこれ、どこ読んでんだこれ、カールいらっしゃい、リーちゃん、ナナピッピいらっしゃい、ウサギいらっしゃい、アムランいらっしゃい、アントニーいらっしゃい、ウサギいらっしゃい、オンやサリーいらっしゃい、トモいらっしゃい、サーメルいらっしゃい、アムランいらっしゃい、オーカーいらっしゃい、ナラピピの猫虫がウリでいらっしゃい、サリーいらっしゃい、アリサいらっしゃい、メイクフォード、ケピーいらっしゃい、シュウリ、ミレンビアン、サチいらっしゃい、ニオンいらっしゃい、お金玉デカオいらっしゃい、チェックちゃいらっしゃい、ナオいらっしゃい、ユウいらっしゃい、マイクフォードいらっしゃい、シモいらっしゃい、タバコサンドル、アリサいらっしゃい、ナノに、キャハイオウミいらっしゃい、フバタいらっしゃい、ケンザメタルいらっしゃい、マイいらっしゃい、シモいらっしゃい、サミ、ユウいらっしゃい、チータいらっしゃい、パパさんいらっしゃい、ショウゴいらっしゃい、ヤスちゃんいらっしゃい、ラムいらっしゃい、リオいらっしゃい、ユウいらっしゃい、グーちゃん、セイラいらっしゃい、やーべー、さあいらっしゃい、やーべ、ね、猫マッシュぐらいいらっしゃい、一回読んだ人はもう読まないから、マイシーいらっしゃい、サーメルいらっしゃい、カンガーいらっしゃい、ネズいらっしゃい、リーチいらっしゃい、ヒデいらっしゃい、ユズジンジャーいらっしゃい、ピーマン、シズナちゃんいらっしゃい、ヨベアいらっしゃい、オクダいらっしゃい、ブリブリいらっしゃい、ユシいらっしゃい、ソラいらっしゃい、マイクシェットいらっしゃい、アリでユズジンジャーいらっしゃい、アッカーちゃんいらっしゃい、ハイパンチャー、シノチいらっしゃい、ヒナシャ、ブリブリいらっしゃい、チェックちゃんじゃね、ポーいらっしゃい、ローカーいらっしゃい、オクダいらっしゃい、タイいらっしゃい、ナッツいらっしゃい、オクリーいらっしゃい、ま、イケメンやね、テンいらっしゃい、サナシャン、変態クセロいらっしゃい、ピピビいらっしゃい、グロリいらっしゃい、マメテイフジャーいらっしゃい、ゴミテンいらっしゃい、ユチャク、アチャコいらっしゃい、チカルいらっしゃい、ゴミテンいらっしゃい、ヤスちゃん、あーやべえなこれ、座って一番いい、お任務使い、おかえみいらっしゃい、ノーベル賞いらっしゃい、ルナいらっしゃい、読んでない、イノンいらっしゃい、アリニア、チカルいらっしゃい、オグリいらっしゃい、君イケメン、ロナウドいらっしゃい、マイいらっしゃい、同じ人なの、ミチャいらっしゃい、アンいらっしゃい、ムーンいらっしゃい、シオママいらっしゃい、マイニアいらっしゃい、ココリーコいらっしゃい、マイクフォード、お前何回呼べばいいよ、お前、ピーいらっしゃい、
アンポンタンいらっしゃい、フトントキャッツいらっしゃい、ルナいらっしゃい、カズいらっしゃい、ヤスちゃんいらっしゃい、人間せいちゃんいらっしゃい、カープいらっしゃい、メープルいらっしゃい。まあ結構呼んだくね。ヒいらっしゃい、呼ばれてない、ドクロなんちゃらさんいらっしゃい。おい、スルーするな。お前のコメント結構読んでるわ、お前。一番の名前読んだだろうが、マイクフォードいらっしゃいって、3、4回言ったんだけど。呼ばれた、ヒーいらっしゃい。呼ばれてません、アータンいらっしゃい。カオップいらっしゃい。シノッチいらっしゃい。呼ばれてらんし、スパイシーいらっしゃい。呼ばれてない、あーとば、チャンミサいらっしゃい。呼ばれてない、ポヨいらっしゃい。まあ、トモンジュいらっしゃい。マメコいらっしゃい。チャンミサちゃん、呼ばれ、マリさんいらっしゃい、水色ナルトいらっしゃい、テライいらっしゃい、里芋男爵いらっしゃい、呼ばれてない、ノコいらっしゃい、ブルいらっしゃい、ムチいらっしゃい、ララいらっしゃい、ムールいらっしゃい、呼ばれ、ブラウンいらっしゃい、ブルアット、趣味アカウントいらっしゃい、モートいらっしゃい、猫逆万事いらっしゃい、寺いらっしゃい、ブラウン、ブラウン、読んだろうが今。メガいらっしゃい、ここまでして、横田のフェイフェイフェイ子供いらっしゃい、キャサリンいらっしゃい、ひなのいらっしゃい、ウニいらっしゃい、猫マルチいらっしゃい、読んだわ、呼ばれて、いや読んだ、イオいらっしゃい、ベロリンいらっしゃい、マティアスのマカロニサラダいらっしゃい、マメケンいらっしゃい、アンリいらっしゃい、まだ双葉いらっしゃい、ティーバックあやちゃんいらっしゃい、クミッキーいらっしゃい、はるかいらっしゃい、ムヒムヒ4号さんいらっしゃい、袴田千秋いらっしゃい。家決まったか、いや家決まったっちゅうか、いや家が決まったっちゅうかね。あ、いらっしゃい、久々の枠来た、嘘つけ、リーバンいらっしゃい。あ、よかったらツイッターの、ツイッターのツイートいいね、よかったらお願いします。うん、ナイスお願いしますって言ってるわけじゃないんで、お願いします、ツイッターのツイートのいいね、一番上の。テレビで浮き目だったね。緊急事態って何？あ、緊急事態？もうちょっとしたら言います。あ、はい、しません。なんだお前は。品八の決断がどうでもいいから、あんなの押さなくていいから、マジで。もうしてますけん。ツイッター行くのめんどい、なんでだよ。手使うだけだろうが、指を使って。20代じゃないよ。シェルドンやっしゃい、指使うだけ。指なんか使えるでしょ、そんな動いてないから。余裕で使えるやろ。無理だわ、意味がわからない。コメント打ってんだから使えるでしょ。別に指ぐらい。早くここの主見せろ。いや俺だろうが。今コメント忙しいから無理？意味がわからん。何それ。まああれですね、まあ簡単に言いますと、まあ賛否両論出ると思うんですけど、ね、賛否両論出ると思うんですよね、今から言う話に対して、ね、
まあ、皆さんがもうあの賛否両論出ると思うんですけど、まず何に対して賛否両論が出るかっていうと、まあ俺が2つ選、触れがあの2つ、選択、プラスその選択をリスナーが決めること、まあ、これに対しての賛否両論が出ると思うんですけど、まあじゃあ今から言いますね、うん、サブでいいのかその話、うん、どうせ落ちまく飛ばねえからいいよ。まず一つ、カーサという審査会社が昨日通りましたね。まあそれはみんな言ったから分かると思うんですけど、まあ、通ったじゃん、ね、他の会社落ちて。でもそのカーサっちゅうとこは、ね、あの滞納したら、まあ、えぐいぐらいしつこいらしいんだよね。まあ、滞納するせんかったらいいだけの話なんだけど、まあ、それが1日だろうか2日だろうが、あ、皆さんうんうんっていうコメントお願いしますね。今は、うん、今はうん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 だけ言っときゃいいんで。でそのカーサっていうとこに対して、まあ、僕はね、月に7万5千円払わないといけないんですよ。7万5千円を。まあだから、まず何かっていうと、まあ5万5千円が家賃。5万5千円が家賃じゃないですか。で、5万5千円に、管理費、共栄費だったっけな。で、5千円。で、約家賃で共栄費で6万。それに、プラス、ね、駐車場代が1万3千円。1万3千円で、まあ7万3千円払わないといけない。それにプラスガス光熱費を払って、まあ2千円で納めて7万5千円払わないといけないんです。月に7万5千円を払っていくのは、まあ、正直ね、難しいんじゃないかなっていうのが、まあ昨日の親の電話なんですよ、うん、でもしかしたらガス光熱費も2000円じゃ無理な可能性あったりしね。でも僕はまあほとんどね電気とか使わないし、うん、でまあ今日まあねここに来るまで、まあ大阪でちょっとホテルから親と暇電してたんですけど2時間ぐらいで、まあその時に話し合ってまあ7万5千円で払えるのかと、月に7万5千円いやプラスガス光熱費とか言ったらもしかしたら1万ぐらいになって、もしかしたら8万超える可能性はあると、うん、あんたのツイキャスの収入はいくらだよ、今後ね、今後外部でナイスをやらないと、うん、ほとんどやらないからツイキャスの収入で払える額なのかと、まあ、ちなみに僕はツイキャスの収入がいくらかって言いますと月日によって違うんですよ。チャリ旅の時は正直ツイキャスのお茶爆だけで50だったんですよ、チャリ旅の時は。まあそれにまあステッカーやらなんやらかんやらで30で全部で80万だったんだけど、普段は普段はね、まあ、前回は12万だったんですよ。チャリ旅してたん意味がわからんお前。先月は茶爆は12だったんですよ。まあでも先月は茶爆12だったけど、まあ、まあ外部あれしてたから、うん、80万がそんなすぐなくなるか、うん、すぐなくなるんだよ俺は。で今回申請できたお茶爆が、まあ、20万なんですけど、まあいけるっすかね月20でキャスだけで、うん、キャスだけで20万ででそれでまああれでまあ8万台かな。でまあ
まあ外部とかしてちょろちょろちょろってのはあるかもしれんけど、うん、でプラスまあ Wi-Fi、 あそうだ、あと Wi-Fi を設置しないといけないんで、 Wi-Fi で、プラス10,000、うん、あの家に Wi-Fi つけるんで、でまあだから約90,000ぐらいですか。まあそれに携帯代が50,000だろう、うん、携帯代が50,000なんで、うん、携帯代50,000、うん、あだからあの前回まではあの携帯代が80,000だったけど、うん、あのちょっとプラン変えたんで、まあ、約50,000でいける、1台25,000でいける。なんでそんなすんの、いや1台40,000だったから、ギガ追加しまくってたから、うん、ギガ追加しまくってたね。でまあ全部でまあ14なの、追加必要ないプランある、いや追加必要ないプランにしちゃうと、いやまあまあ追加必要ないプランでもいいかもしれんけどね、家の中で配信だったら Wi-Fi 使えばいいし、ただあの Wi-Fi がちょっと悪い、ちょっとあんまりあのあれが電波がちょっと悪いらしくて、うん、少しだけ税金なんか払えないよ、無理よ、そこはもうマゾコンするしかないよ。本当に悪いよそれ、マジ。でまあとりあえずそのなんだカーサさんっていうね、あの保証会社はあの滞納するとあのなんかあの家までなんかあの怒鳴りつけてくるらしいから、コメントで言われる、コメント曰くまあそれがちょっと心配なんですけど、まああの、まあ、テレビはつけないんで、どっちにしろ、まあ、稼ぐには親が必要だけど、まあそれはナイスさんもちょっともうやろうと思ってないんで、ちょっときついんでナイスは夜中12時ぐらいまでやらんといけないんで、ヤーさんが来るぞ、まあなんかそれはもう仕方ねえわ、ヤクザじゃん。いやでも俺母さんってヤクザとか全く関係ないと思ってたけど、コメランがそんなん言うから。家賃が55,000円で、まあ、あの、結果は、あの、金曜日に配信つけて、あの、契約するか、しないかは、あの、内見してから、そこ、最後の、あれするんですけど、まあ、それまでに考えといてくださいって言うんだけど、まあ、家賃55,000円で、50,000円共栄費で、それに、駐車場代が13,000円で、まあ、70,000ぐらいだろ。うん。っていう選択。まあでもちょっとあの僕があのね、大阪で車なんか必要ねえだろうっていう意見も結構あったんですけど、まあ僕はちょっとやっぱ車がないと、まあ何やかんや言っても部屋よりも車が一番落ち着くんで、かといってじゃあ車に住めよって言われてもそういう問題じゃないんで、うん、か、まあもう一個は、まあ結局島根に帰るかっていう。なんでここで警察が来た？なんでここで警察が来た？あ、よかった。ちげえわ、これじゃね。全然俺かと思った、マジで。どっちがいいかっていう。でまあ一応あの契約するときに、あの契約するときに、あのなんでか知らんけど、うちね意味がわからん、うん、母親と親父とあのエイブルさんと話して、なぜか知らんけどあの親戚のおっちゃんとも話して
なんか親戚まで巻き添え食らってるやつ。なんでや、うん、だからうちの家族は今鬱だから、あのちゃんとした判断ができないんじゃねえかっていう。そこの保険会社口コミ見たら怖すぎ、やばいでしょそんなの。いや、どっちがいいと思いますかね、マジで。配信しなくなったら滞納してヤクザに埋められたってことだよ。いやいや、やばいでしょそれ。そんな感じなの。いや、そんな感じだったら絶対契約せんけど。てか、そんなんできないでしょ今。なんで今日顔色いいの。いや、だいぶ回復したんす。いや、今は別に契約できるけど、契約してねえし、まだ違約金も何も。違約金なんてあれ、書類にサインしてからでは印鑑をして。一人暮らし見たい、まあ、ちょっとじゃあっていう選択をして、うん、どっちがいい、どっちがいいですか。一人暮らしがいいと思う方ははいで、いや島根に帰れという人はいいえで。一人暮らし何回も見た。どっち？嘘だろ。圧倒的にいい絵が多いんだけど。圧倒的にいい絵が多いんだわ。一人暮らししろ言うてるくせに、いざ一人暮らしになったら島根帰れって意味がわからん。意味が全然わからん。どういうことやねん。また借金が増える。もう少し狭い部屋探さない。いや、だからもう一個、だから寝屋川ってとこで探してもらってるよ。今何県ですか。今っすか。今山梨県です。今山梨県です、うん、なんで、なんでか。でちょっとあの山梨にあの何でもマティアスしに来たんですよ、うん、当たり前だよ。なんでお前は、なんで当たり前だよって。ああ、でもカリフォルニア出身なんで許します。カリフォルニア出身なんで。電話かかってきてんじゃん、母親から。もしもし。あ、もしもし。は？何？いや、してないやん。今してねえわや。やめたじゃなくて、だから結局、
あの自分はどうしてほしいの。話なんできらん。いやだから配信してるときやつか、配信しないときに大して電話ないやんけ。いやだけ配信で電話しようと思っとったり、なんだかんだでできず、うん、でいざさっきしようと思ったら、あーもう配信してるわと思ったけんやめたんよ。ないけど、それで何、とりあえず、とりあえず自分はどうしてほしいの。わからんだけ、わからんけど、本当はあんたがしっかりしてれば、うん、そりゃ一人で暮らしに越したことはないよ、うん、だけど、うん、じっとそんな月に7万も8万もとても払っていて、少なくとも実際に長いこと毎月も払うのは厳しいかなと思うし、うん、かといって、その母さんってとこは調べたの自分。調べた、ネットで。すげえな、なんで調べるよ。そうしたら、うん、だからやっぱその社長がなんかいろいろパワハラで、パワハラ？パワハラで社員にすごいなんかものすごい暴言吐いて、なんかすごいなんか社員をめちゃくちゃ叩いなんかいろんなこと言って、それをなんかなんかに取り上げられて。でまあ、社長がその時辞めたのかな、よく分からんけど、でも、で、なんか、結構そこって、その、払わんかったら、だけど、その会社の上、社長から部下に対しての圧がすごいので、だけど、その、ちゃんと、滞納する、その、まあ、その、やつ、そこの証拠、保険、券、何？その協会に入って、で保証会社に入っている人が滞納すると、おそらく多分結構厳しく言われるみたいな、何回か厳しく言われて。どう言われるの、分からん。それはそりゃそんな、でもその会社って金貸しもしてるんだね、両方、保証会社とからなんかお金の貸す。いやだから、いやだから、うん、でもさ、でもそのカーサってとこは結構有名な会社なんじゃないの。なんかだけ、そもそも、うん、なんか一部上場とか。だってエボスカーサって言われるぐらいだから、だから、いや、エボスカーサって言われるぐらいだから、かなり有名な会社でしょ。だけど多分大きな、すごく大きな会社だと思うよ。でしょ、だからそんな、あの、なんかその裏の会社みたいな感じではないけど、なんか結構その、社長から部下の、なんか社内でのパワハラで、なんかすごい、一時なんか世間を騒がせたみたい。いやでもその子にとったらマンション借りれないけどね。まあね、結局家に帰ってもまた同じことの繰り返しだし、うん、でその家を壊したりとか、なんかその家を汚したりとか、そういう過激配信をせず、いや今度島根帰ったら、今度島根帰ったらスモーク配信ってのやろうと思ってたんだけど。なんだスモーク配信って。なんかスモークマシーンってのがあって、でそれが自分がキッチンの時料理作ってる時に、あのスモークマシーンでこう煙を出す配信。そんなキングの人は火事だと思われるでしょ。そんなことで、そんなもうやめてよ。なんで。だって火事だと勘違いされたら、誰の隣もお店なのに。あ、ちなみにね、あの警報器とか鳴らないやつだから大丈夫です。いや、警報器なんでも、もくもくがそれ漏れるでしょ、外に。あ、漏れない漏れない、窓全部閉めとくから。いや、まあ、そういう、だけそういう過激なことをするけん嫌だって言ってるんだわ。だけど、じゃあ、家賃8万じゃん。ちょっとね、家賃、あの半分だけ支払ってくれん。あ、いや、超無理無理無理。なんで？それは無理。その過激な配信をやめて、しかもあの、とりあえず、とりあえずその何年もというか、このコロナが収まる、まず、せめて今年1年、コロナが、まあ、なんとか収まる、1年で収まるかどうかは分からんけど、その出たり入ったりをやめてほしいんだわ。出たり入ったりするたびに、こっちはもうヒヤヒヤだし。でもそれはちょっとね、俺もね、やっぱその、なんかなんだろうな。まあちょっとその特性的に、あの無理なんだよね、出たり入ったりやめてってやる。でも、ああそう言われると難しいね。うん、
難しいわよ。でもそうなるとなんかめちゃめちゃ警察来てるけど、どこに？ん？いやだからなんか前の車さんがなんか、あんたんとこじゃない、あんたんとこじゃないよ、ね、いや俺の車じゃないけど、なんかお前の車がなんか警察は？なんか警察と一緒に写真撮ってるけどどういうことだ意味がわかんねえ。出たり入ったりが無理じゃないとできらだったらもっと安いとこに、もっと安いとこに。なんか俺親父から聞いたけど、なんか自分、うん、もう島根に帰ってくれん、めちゃくちゃ遠いとこに行ってほしいみたいなこと言ってるらしいね。うん？いやなんか、何？いや親父から聞いたけど、うん、あのめちゃくちゃ遠いとこに行ってくれって言ってるらしいね。私が、うん、いやめちゃくちゃ遠いところじゃなくて、だからそのだからもっときちっとしたあの約束が守れるんだったら別に家におってもいいしけど、それ、うん、その約束が結局守れないわけでしょう、うん、まだこのコロナがこれから第4波来るかもしれん、これかわからん、まださこの先がわからんのに、うん、出たり入ったり出たり入っちゃされてと本当とこはちょっと困るんだわ。なので、うん、北海道に住んでほしいってこと？北海道、北は北海道、南はあの沖縄ぐらいまで。例えばその関西だろうが、まあ中国地方だろうが、そのまあ別にそれは広島でも岡山でも鳥取でもいいんだけど、あのまあ、島根県の中でも全然いいんだよ。いいけど、うん、安いとこ。だから俺たち思ったんだけど、最近思ったら島根県で一人暮らししててもあんま意味ないと思うんだよね。なんで？いやで島根で一人暮らししたらただの別荘にでしかならんで、多分。だから本当だったら三保の関に、遠くに出た時は三保の関に2週間滞在して、でまた家に帰ってくるにしてくれば、それが嫌だって言うだけね。わがままだよね。いやだから三保の関は住めたとこじゃないじゃん普通に。あんな結局リフォームせんといけんじゃん。まあ確かにね、うん、まあ確かに、ね、結局リフォームしたら金かかるわけや最初に。ああ、どうしましょう。ん？じゃあもっと安いとこに、だって車があるけん、そんな駅の近くとか、その中心、町の中心の方に住む必要全くないでしょ。うん、まあ、車がなければそれは近い方がいいかもしれない。車があるんだけ、思いっきりお腹で、あ、お腹だってお腹じゃない、思いっきり田舎でもいいと思うよ。郊外に本当中心から外れたところ。あ、だからそれは別に、だから今寝屋川ってとこで今探してもらってるわけよ。でも寝屋川ってとこでも、まあ結局まあ連絡来たけど、どういうとこかっていうか、まあ7万円全部で。全部で7万で、6畳、うーん、はあ、違うんだ、大阪は高いんだって。マジで大阪にいる必要性がある？なんで大阪にこだわる？別に知り合いがおるわけでもなし、親戚があるわけでもなし、大阪に何がある？いや大阪に何があるって、じゃあ何県に住めばいい？逆に大阪に何があるって言うかいいけど、じゃあ何県に住めばいい？いや何県ってか、別に配信だったらどこからでも、日本全国、ま、世界からよそからでもだって、もう国外からだって配信できるでしょ。なんで国外で？島根からでもできる。極端すぎるんだって、国外とか。そんな町のど真ん中におる必要はないと思う。うん、だから言ってんじゃん。だからじゃあ大阪以外だとどこがあるんですか？いやだけど大阪以外、うん、岡山とかさ、あ、どうもし。でだから兵庫の岡山とかも山奥とか、丹波の山奥はちょっとダメかな。いや岡山とかも変わらんって。兵庫県とか
いや丹波の山奥って山奥にで不便じゃん。まあ逆に山奥はそりゃまあ配信するだったら電波悪いかな、分かんない。まあ姫路の方とか、うん、だから、まあ、それは自分が大学時代に姫路の大学行ってたからでしょ。姫路の大学なんか行ってません。じゃあどこの大学だよ、兵庫の。そんなこと言わねえけん。だけん、そのまあだけん満中心になればなる大阪とか分にやっぱた絶対高いんだって。いやあるって。いやあるかもしれんけど、コロナになる確率も高いし。いやだからはっきり言っていい、島根だって、島根だったら高いとか高いからね、言うて。まあね、でそんないいところで選べば、新しいところとかじゃなかったら、うん、だってどうせあんたこう未払いにしたところで、マスターにしたほとんど家におらんかったっけどね、1ヶ月のうち半分もおってないでしょ。いやマスターの時はいたけど、これからだって多分そんなにおらん、行ったとこ新しく住んでもそんなに家から毎日配信するのことはちげえんだよ、ちげえんだって。だから茨城に関してはルールがすごかったから、ルールが。いやアパートなんかどこだって違う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 、しかも住んでみんとわからんしね、試しに住んでみますなんてことができんでしょ。どんな人が周りに、いやそんなん言ったらどこも取れるか、どんな人かもわからんし。ルールってなんかあの夜は耳栓をしてテレビを見るとか、そこだけじゃないかも、他にもそういうところがあるかもしれない。だから今回のとこはなんか防音はしっかりできてるって言われたんだよ。木造じゃないから。あなたが夜中にあんた夜遅く、じゃあ自分が、じゃあ自分が来なよ、じゃあ大阪に一回、ね、金曜日に来て、金曜日に、金曜日に来て、でそのままそっちに火曜日まで、であのもぐごりゲストの時あんたも来い。何言っとる。いや何がだよ。いやとりあえずじゃあ金曜日に来いよ。待ってます。金曜日に来ますね。うん、それ。もぐごりゲストの時にあの来させますね。そのまま。あその時あの無客で。もしもし。あもしもし。はい、あもしもし、あ、はい、今昼間電話したけど、うん、あの一応あの金曜日に、うん、あの母親に来させるわ。無理。いや無理じゃねえよ。金曜仕事代に無理だわ。じゃあ土曜日でいいわ。土曜日も仕事代に無理だわ。だから終わった後だわよ。土曜日終わった後夕方の6時ぐらいだよ。じゃあそのか、じゃあ代わりにあんたが来てよ。やだやだじゃねえわよ。それどうなったよお前。うん、だから今も配信で言った通り、ね、住むか帰るかどっちかなんだわ。あんたの気持ちが問題だわよ。あんたの気持ち、だからあんたの気持ちは、だからこのまま行ってもどうせあんたたちがあのエイバルに電話してめんどくさくなるやん。何が分かる。え電話するでしょ。結局、強い意志を持って大阪に住みたいわけじゃないわけだな。だったら帰ってこいよも。あ、じゃあ分かった。じゃあ帰ります。はい。いや待ってよ。じゃあ帰ります。なんで？いや強いもしとか意志とかそういうことじゃなくて、なんかそういう言い方するとなんか腹立つんだが。いや腹立つのってそんなあんたあっちがいる、あっちがいて迷ってるみたいだから、うん、言ってやっただけだから。いやだからうんだから大阪に住みたいしあれなんだけど、うん、うん、あの俺はもうじゃあそれ契約していいっちゅうことだね。6万だったらな。いや6万じゃねえわよ、8万だわよ。あんた6万って言ったかな。いやだからそれはだから、いや6万ってのはだから家賃と共栄費とあれ入れてくガス光熱費とか入れたら8万ぐらい、7万超えるわね。いやだはっきり言えよ、もう
父ちゃんごまかさずに。だから、え、家賃が5万5千円。はい。いや、なんでその言い方。で、共栄費は、何だったっけ。はい。いや、なんでその言い方。共栄費が、あれな、いくらだったっけ。ごめんなさい、ちょっと、だから笑ってしまって言え、何、いくらでしたっけ。共栄費いくらだったっけ。共栄費が、もしもし。あ、共栄費が、共栄費が5000円。これで6万だな。ん？あと、駐車場代は？駐車場代が8800円。ちょっと6万8800円じゃないか。え？68,800円じゃないか。68,800円。うん。いや、プラス、うん。68,800円に、13,000円。何回13,000円だ。だから13,000円ってのは駐車場代じゃん。駐車場代さっき8,800円って言ったらや。うん、だから普通車は13,000円だったんだって。いいですよ。7万4000円じゃないか。いやだから7万4000円でやるしかないじゃん。もうだから6万って言っても7万4000円なんかあんたに払えるわけねえがや。あんたに払えるのは当額5万まで以上。いや5万ってないだろそんなとこ。5万なんてある？石成とかある？選んでるだけだろ。ねえよ。石成でも西成でもあそこが一番安いって言われたわ。ねえよ5万なんか。だから俺が行ったところの4万のとこだって結局駐車場とかやったら6万超えるからね。不動屋さん行ったらある。いやめちゃめちゃ不動屋さん行ったんだけど。5万は無理だよね、間違いなく。全部合わせて5万は絶対無理だって。なかったよ。あるよ。じゃあ出してみてください。あるっていうなら逆に。だってそこがなんなら一番いいって言われてたけどね。駐車場が高いから無理でしょ。だから結局車があるとやっぱそれぐらいするんだって。マジで全部合わせて5万はきついよね。いや個人がやってる不動産屋も行ったんだって。マジで行ったんだよ。でもやっぱり市内はやっぱないよね、あんまり。いや車はいる。じゃあ車売れよ。ただの贅沢だろそれは。なんで車売らないといけないの。しかもこれ車売ったところで大した金にならないんだよね。これ車売ってなら車売れよって言ってこれ車の査定見たの。大阪以外にしないよ。ここまで来て大阪以外。いやそれはないな。いくら2万でしたね。多分今はもう2万にもならん。だから無理。金になるならないんじゃないんだよ。持ってたら住めないんだろう。いやだから俺は車載配信だから。あくまでも車必要ない。いやあるから。ある。なんかあったの。いやなんかあったのっていうのがこのジンってやつがぶち切れてるんだけど、笑ってるのかぶち切れるのかよくわかんないんだけど。かといってレンタカーにしてもレンタカーが高いしな。
岸里ってところに3万のやる。岸里ってどこ？こいつから車取ったら、いやそうなんだよ。マジで。DM した？いやまあそれは払えるね。どこ？3.3 だろ、7000だろ、4万1000だろ、で駐車場が、まあ、6万ぐらいか、全部で。ここの物件でさえ6万ぐらいだね。車絶対必要だよ。駐車場でしょ。だからここ全部合わせて6万ぐらいだよ、約。でもここは防音じゃないから、木造だからね、まあ、木造でやらかしてるからね。築42年ですごいな。大阪市内で探すのやめたら、いやそれはないかな。車いらんだろう。だからいるって。いるよ、いる。で銀行グリードで銀行グリードのレオパレス、いやレオパレスとかは薄いのは知ってるけど、あんま変なところにするとね、マジでね、茨城の二の前んだよ。配信者は、そうなんだよ。いや、マジでそうで。騒音問題があるんだよ。いや、これはもう経験したからわかる。電車ってか、まあ車で20-30分ぐらいのとこがいいよ。騒音物件は安くない。だからまあ仕方ないと思ってんだよね、ぶっちゃけ。で騒音物件だから、騒音物件ね、あのなんだろうな、だから例えば鉄筋コンクリートのとこ、まあだからこれが大阪から一番近くて一番安いみたいな。一軒家無理だろ、さすがに。さすがに無理だろ、うん、日本石の家を自分でリフォーム配信したらいいじゃん。いや無理、俺がリフォームなんかできるわけないじゃん。何にも腕がないのにできねえやろ。あるぞ一軒家大阪。マジでちょっと送ってみて。つかまた最初からなんだが、どこだよこれ。今実家にいくら渡してる。先月は20万渡しましたけど。
今月はちょっと渡せないですね。一人暮らし制だな。マジ？これは。これ木造なの？一人暮らしして生きるだけで軽く20は飛ぶよ。その辺ちゃんと分かってる。何この人、説教しに来たの？おお、すごいやん。説教しに来たの？いや、君の説教は聞かないんで大丈夫です。普段ろくにコメントもしたことねえやつが急に現れて、野獣まで現れ、分かってるよ、一人暮らししたら20万軽く飛びようとか。誰だよお前。まず誰だよお前。まず親かよ。説教ちゃうやろ。いや、説教ちゃうっていうか、まあ言い方的には説教みたいなもんだよね。書き方の問題じゃない。親置いといて、待って、自身は1いくらまでや。5、6、7ぐらい、7ぐらいかな。あ、でも、うん、かな。気合で10万まで出そう。無理だわ。オフポコ部屋なんかねえんだけど。一部屋だよね、ワンルームだよね、あくまでも。一人暮らしなら最低25。大阪の赤羽県より安いとこあるな。中心なら、いや、てかまあそんな田舎に住むんだったらまあ別に行く必要もないかなって思うんだけど。まあ意味わからんような田舎行く人だったら、なんかそこまでして一人暮らしする必要もないかなって思うよね。新人防、いや防音材つけれると思うよ。高くなるけど。何？いやでも結局ここ高いでしょ。普通に。エイブル以外の不動産、いやだからエイブル以外の不動産屋に行ってもそこがめちゃくちゃこれ以上ないぐらいクオリティいいって言われたんだよ。大阪の中では格別に安いって言われたね。うん、なんなかなかないっすよって言われた。他の会社行っても、他の会社も見て回ったんだよね、5、6件ぐらい。
個目出てる。ナイスはせんけど。どこの物件かわかんないんだけど。エイブラ自分とこの勘。いやめっちゃ来てて DM がどれがどの人かわからん、うん、いやそうだから小さい物件も行ったんだけど、まあ、結局一緒なんだよね、うん、一緒不動産はどこも自社の管理物件でしょ。で不動産屋が自社の管理を押すんだけど、でも自社の管理を押すんだけど、その自社の管理その他の物件さんがそこもいいとこですよって言われたの。そこいいとこですって。でこれでネットで調べた時、ああまあないっすかね、ここが一番いい、その西成ってとこ、西成ってとこでまあ難波から近くて、ああまあそこが一番いいっすかねって言われたんだよね。俺しかも俺だけじゃなくて、その人一人っていう人といて、二人に言ってたんだよ。これ嘘じゃなく、ガチ話で。うん、西成にあるんだけど。うん、なんで尼崎紹介しないかな。この話もリスナーとループですけど、いやそうなんだよ。ループなんですよ。そんな押す不動産や物件ないから本当もったいない。西成やめたの、まあ、だから西成が7万ぐらいなんだよね。お前レベル西成住んどけってことや。でもそれだったらそれでもう話は決まるよね。それならそれで。あ、ここも紹介されたね。ここ紹介されたよ。だから皆さんもやっぱ物件で紹介されてくるところをやっぱ出てくる。だから一緒なんだよね。住むのはお前、まあ確かに。審査が。不動産屋紹介しようか。今初期費用安くしてくれる。マジで？何県ですかそれ。何県で行けるんですか、うん、大阪。え、マジ？出て初期費用いくらぐらいまで抑えれるんですか。それ聞きたいですね、ちょっと。初期費用がいくらまで抑えれる。でもね、大体ね、初期費用はね、大体もう高いよな、普通に。大体基本的には、やっぱ初期費用はね、20万超えるんですけど、まあ、この西成が20万超えないようにしてくれてるんだよ。ジモティ見てみたら、ジモティ初期費用かからないとこ多い。でもジモティとか見たけど初期費用かからないってなくない。なんかあれ結構ダミーだよね。あれなん かそう言って言ってるのに結局なんやらかんやで金取られるんだよね。あ、仲介料はない、うん、初期費用とは買うんでしょ。いや20なんかかからんとこなんぼでもある。
いやだから違う、だから20万かからんとこ何でもあるっていうか、だから僕のとこも20万かからないとこなんですよ、うん、清掃代でしょ。助けてね、時にそう、うん、だから そんぐらいのとこで、だからいい物件って言われてるの。初期費用火災保険だけだったよ俺。いや俺もだからあの茨城行った時は初期費用なしで火災保険だけだったよ、茨城の時。でもあれに関してはもうそもそも大江に直接だったからね、直接交渉だったから。まあリスナーさんっていうのもあったし、撤去時に取られるパターンじゃない、うん、撤去時に取られるパターンだったよ。まあでもだいぶ安くしてくれたけど、紹介するから、え、マジでちょっと教えてください。事故物件すぎるの嫌だよね。つかなんなら茨城の時は事故物件だったんだけど、めちゃめちゃいいとこじゃんこれ。めちゃめちゃいいとこだけど、まあ、結局駐車場代でまあ6万ぐらい、まだ6万ぐらいよな。事故物件ぐらいだべ、6万で収まるの。うんと思うんだよね。って思うよね、マジ。まあ、3000だろ。いや、まあ、6万5000円ぐらいか。全部で。事故物件でいいじゃん。あなたは事故物件に住みたいと思いますか？いかがだ、都会の家賃してね。いや、配信のネタになるし、ってか、まあ、そんなの最初だけじゃん。LINE 追加してマジで。この人は男じゃない、女なのこの人。サトシって書いてあるのに女なのこれ。意味わかんねえ。どういうことやねん。殺人で犯人捕まって、いやだから殺人とかね、殺人とかね、絶対嫌だよね。だから事故物件言われたのは、なんかアパートのとこなんか安いやろ、2万5000円とこ、2万5000円で、であのそこのアパートで3人殺されてるっていうアパート。いやだしまし、ね、普通に。次はお前やぞ。なんだお前は。はい、で茨城県に行かんときゃ、また意味がわからん。行かねえよ茨城。
それがどうした？いやだから、いやだからそれじゃあ裏る、あの送ってきて C メールで。あ、じゃあそこの電話番号教えて、聞いてみるから。電話番号教えて、うん、 C メールで送って。また違う、それは茨城とはアホだろマジで。で茨城にまた行かないけんや。茨城好きか、何俺運命的に茨城県にずっと行かないといけないの、嫌なんだか茨城県。もういいんだろ。北朝鮮は家賃安かった。なんで北朝鮮で来たか。ガンバ大阪の、いやもう別にいいんだけど、いくらで抑えれるの。目標言ってね、何があれやっていうと結局またあんな感じになるんだよな絶対。またあの謎のクレームが来るし、結局あの、あ家の中で配信ができないってなって結局車の中で配信してんだよ。どうせ茨城の時はそうだったんだよね、結局車の中で配信してたから。めちゃめちゃクレームが来て、安いとかたくさんあるけど、あんまり安い物件は変なやつ住んで、いやだからね、あんまり安い物件はね、結局前みたいになるんだよね。いや不営住宅なんて絶対無理でしょ。家バレてなかった、最後バレたけど。マティアスの隣の物件とか安くなる、うん、どういうこと。なんか分譲だったんだよね、しかもそのアパート一個意味わからなくて、分譲なんちゃらで、ね、部屋によってお金が違うんだよね。全く意味わからなかった。下の階の人は何もあったけど、俺よりまだ安かったね。てめえそれ、その面ね、それ。それぞれ命が違うから。いやでもあれおかしいでしょ、アパートで部屋ごとに値段が違うって。いい子、いらっしゃい。大学近くの単身住居とかあったら騒音も高い様とかならないかな。いや結局住んでるやつによるんだよねマジで。
住んでるやつに余裕。契約の時期で値段変わる？そんなん変わる？わかりませんけども。おしゃれっす。口を言わないやつは言わないしな。そう、今は変わらんんだよね。俺もそう思うんだが、いや市営住宅とか絶対無理だから。絶対無理。そうだ、キャンピングカーはキャンピングカーで絶対高いでしょ。キャンピングカーとか、そう、いや九州でいいじゃんってさ、簡単に言われても、いや大阪にいて九州でいいじゃんとか言われても、また九州まで行かんといけんし、いやそれはないっすね。九州でいいじゃんとか、真っ暗、九州でいいじゃんは謎なんだよね。なんで関西にいて九州でいいじゃんって。西成ダメだったの？いや、まあ西成ダメではないけど、まあちょっと高いんかなっていう感じ。大阪市より大阪府の方が安い。マジ？いやでもなぁ、なもんだと思うけどな。実際あんまり安くしすぎるとね、いやマジで、だからマジであんまり安くしすぎるとやばい、やばい、もうこれはもう経験済みです。いや大阪に住むよ。松江市の原発付近に一人暮らしするってなったら別に家に実家におればよくない？なんで松江市の原発付近にいない、行かないといけないの？まあでも超山の中だし、安いないない。まあだからなんか、まあ例えばそれが事故物件、仮にじゃあワンちゃん事故物件だとして、まあ事故物件でもいいんだけど、じゃないんだよね、そこじゃなくて。ルールっていうのを言われるから、最終的に。先生ですね、先生。震災橋周辺、まあそうだね。買っちゃえよ、10万円で買えるぞ。いや、ちょっとよくわからんけど。ルールって何？うん、だから結局、ね、夜の10時以降は、はい、送ったで、うん、でも逆に最初めっちゃ高いとこじゃん。
いや逆に最初めちゃくちゃ高い。え？マルコスちゃん。あ、マルコスちゃんじゃん。大阪に引っ越すの。うん、大阪にね、引っ越す。大阪に引っ越してますんで、あの、コラボお願いします。な、泉佐野ってどこなの？これうちの親父が送ってきたとか、泉佐野ってとこだけど、どこやねんそれ。関空の近く。敷金5万円礼金10万円。泉佐野の安い？マジ？でも敷金5万円、礼金10万円、家賃3万7千円、共栄費8千円、駐車場代が1万円。いくらだこれ？親父がここならいいって言ってんだけど。関空は近いけど市内は遠い。3万7000円だろ、8000円だろ、4万3000円、駐車場代が1万、5万3000円、敷金が5万円、礼金10万、15万だろ、15万に。敷金ないとこ出るとき高いじゃん。まあでも敷金ないとこっていうか、まあ初期費用なしとかいうとこ探せって言ってたけど、それってもうほとんど敷金礼金なしのとこだよね。パン屋でアルバイトすればいい。あ、いいんですか。しても水曜日だけ。もうちょっと上の方に住んだ方がいい。外観あるし。だから別に、いや、いいんだけどね、別にこっちでも。うん、あんま変わらんような気もするけど。大して何だろう、最初かなりかかるぞこれ。ちょっとまた分からんくなってきた、マジ。岸和田でいいやん。いやだからまあ別にこの泉佐野でもいいんだけどね、マジで。マルコス・ガードマン有名人いっぱい、マジ。シェアハウス、いやね、あのね、シェアハウスはね、あのね、配信がね、できないらしいんだよね。だから俺も前シェアハウス入ろうと思ってたけど、いや、シェアハウスはマジで配信ができませんって言われて、うわーこれきちいな、これどうしよう、マジこれ。また一からなんだけど。あ、マルコスちゃんとシェアハウス。いや、それなら全然いいよね。いや、それなら全然いいよね。
あ、そういう意味。こいつは自分の将来が想像できないバカ。そうだよ。そうだよ。誘われるわけねえだろ。マルコスちゃんだと俺の顔のこと生理的に無理って言ってるぐらいだ。絶対俺の顔キモいと思って。いや、今はどう？まだかっこよくなったっすか？今何点ぐらい？100点満点中。無理だろう。ハコフグみたいで前より無理。うるせえな、ハコフグって。安いとこ手当たり試合審査通るか。いや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 、審査は通るって。いや安いとこ手当たり次第っていうか、だから審査も通るんですよ、それは大丈夫なんだけど、これはなんかうまいこと逃げられたな。箱ふぐで、そんな箱ふぐっぽい、これがそんな箱ふぐっぽい。絶対今マルコスちゃん画面越しで引いたか笑ったかどっちか。ガチで引いたか笑ったかどっちか。かっこいいって言ってた？マジで？うえぇ。うえぇ。かっこいいって、あ、マジで、ありがとう。ちょっと俺もやっぱかっこよくなった。太ってかっこよくなったかな。お世辞でしょ。いや、お世辞とかの夢でも見させてくださいよ、本当に。そんなのいいやん、そんなのいいやん。え、また一からするの？え、きっつー。じゃあ泉佐野を住むわ。おな、親父がここならいいっつって言ってるから、じゃあここでいいっすか。でもここってさ、いや、いろいろあるんですよ。だから入居するにもいろいろあるんだよね。ほんとすぐには入れないんだよね。なんかやっぱ茨城があの、噛みすぎたわ。あんなすぐ入れるの。マルコスちゃんのパン屋も一部屋空いてるぞ。マジで？あ、じゃあそこでいいけど、いいっすか？家賃いくらぐらい？マルコスちゃんとかのパン屋だったら、じゃあ、面接行くわ。頑張りますわ。いいよ。水曜日に、マルコスちゃんが出勤するときは、出ないから。ちょ、そうなんですよ。俺、仕事にならんから。仕事どころじゃなくなるね。リアルジャムおじさんがいるってパン屋でいじめられる？意味がわからん。マ
ルコスちゃんが YouTube に出てほしい。嘘つけよ今。そんなコメント一つもなかっただろうが。俺が目に見えたのはフグの顔が目に見えたわ。いや豊橋はね、また全然。いや豊橋はまた全然違う。愛知県とか、ね、豊橋とか、なんか今来た、なんかあの、なんだっけな、山形県とか、いやまた結局また一からなんだよね、山形って。山形って、また一からだよ、マジ。山形だし、そしてどこかわからんし。いやだから鉄筋コンクリートのアパート防音よっていうか、まずそっちの方がいいよね。でもなんで島に出るの？島に出るのはね、やっぱ島根にいてもやっぱりね、友達いないし、うん、やっぱり配信切るとやっぱ孤独がすごいんだよね。でも大阪とかだったら友達っていうか配信の知り合いとかもいるし、配信切ってからでもね、ちょいちょい飯とか行けるし、でも島根だとね、本当にね、孤独、絶望、悲壮感しか漂わない。リアルの友達も全員、まあ一人ユータッチっていう友達がいるんだけど、それ以外全員みんな逃げていったし、配信のせいで、まあ配信のせいでというか、配信のせいではないんだけど、なんかこいつと遊んだら配信つけられそうでみたいな。孤独、絶望、悲壮感、うん、そうだよね、完全にそれよね。いや大学時代の松下先輩関係ねえよ。石川さんと同じ謝罪配信。いやそれは違うよ多分、うん、たまたまだだけだよ。前フットサルやってた、うん、だからフットサルやってたけど、フットサルの人も別にフットサルの時だけであって、うん、配信するのに友達なんかいらんだろう。だからそれはわかるんだけど、だから泉さんの住んでね、配信でマルコス社に突すると、売名になるから、だから配信外で友達になってください。もう変なことは考えてないんで、ご飯だけ食いに行く仲でいいんでなあ。こまいらしい、いや違えんだよ。でもマルコスちゃん、俺の配信でなんか俺と別にマティアス君友達になるって言われたからね。でもその後やっぱ撤回しますって言われたけど、その後撤回しますって言われたけど、危ないからな。いやそんなことはマジないから。てかそれはね、変なリスナーに言われすぎだよ。変なリスナーがなんかでもそういうことを言ってるだけであって、そんなことないからマジ。メンヘラちゃんやし。いやマルコスちゃんのパン屋で測らせてもらったら、ちょっとやっぱりね、それはちょっと迷惑になるから、それでいいことじゃなくてね、泉佐野の美味しいラーメン屋さん知ってるから、マジで。泉佐野のなんちゃらラーメンで、キモいよあんた。いや別にキモくていいんだよ、こういうとこでは。積極的にならないと、こういうとこでね、こんなんして、格好つけててもしょうがないじゃん。マジで。マルコスさん、今インフルエンサーとしてぐんぐん伸びてるリスク。あ、でも、マルコスちゃん、俺も、ちなみにね、あれだよ、テレビデビューしました。テ
テレビデビューしました。あのまあ多分これはね、どういうことかっていうと、あのコロナの最中にね、あのコロ、あの心斎橋出て遊んでいいのですかっていうインタビュー食らった。これ何？これはね、あの関西放送の、あのなんだっけな、関西放送のだっけな、毎日テレビだっけな、これなんだったっけ。でこれはなんか、はい、毎日放送で4時から、うん、いやだから電話してきて、なんか口説くなとか言われたから切った。いや口説いてねえよ、まず意味わからん。何でお前放送してて喋ってるだけで口説くんだろよ、おかしいやろ。いやしか囲いじゃねえわ、親だわしかもでも今競馬だわ普通に。なんて絡んでも見えてなかった。いやだから違えんだよ、だからそれは分かってるから。だから配信外で、うん、いいじゃないですか。イカルダマチのこと監視してるの、俺の配信を監視してるのは親父、母親、いとこのおっちゃん、親戚、弟、妹だね。みんなや、全員だよ全員に監視されてます。だって俺、だってあれだよ、おじいさんが亡くなった時に葬式出れなかったからね俺。いや、あるそんなこと。まあちょっと熱ってのもあったけど、なんで配信すると思われて。誰が葬式配信なんかするやん、そんなしねえよ。じゃあもうあのね、あれですね、じゃあもう泉佐野住みますわね。で俺も泉佐野住んで、泉佐野で釣り配信しとくわ。あのマルコスちゃんが釣り配信した時に、あの俺も泉佐野の川に行って釣り配信するわ、タイミング一緒な時間帯にだからあれ海沿いでしょあれ、完全に。完全に海沿いでしょあれストーカーやめて。いやでもストーカーじゃない、どこにいるか分かんないから、ただ海でこう釣りしてるだけなんでストーカーじゃねえだろうが。バンジージャンプ、いや待ち、バンジーお前がマルコスちゃんと付き合った夢あるまあそれは 1000% ないわな。泉さんの可能、マジでマジじゃあ本当、じゃあ泉さんの行きますね僕。うん、じゃあそっちに住むわ。うん、なんか俺完全にさ完全になんかあのマルコスちゃんがその近辺に住んでるから来たみたいになってない俺マジで
いやこれ違うかね、あくまでも親父が送ってきたのか、本当たまたまだった、たまたま泉さんのっていう。いや違いますね、まあそういう目当ては、まあ、あれもあるけども、でも本当にここが安いっていう。じゃあまあ、あれかな、じゃあまあ、LINE の交換でもしとこうかな。うぜぇわよ、こいつ、マジで。うぜぇわよ、こいつ。なんやねん、こいつは。了解いただけた？はぁ、そんなコメントないぞ。意味やからな。バーカ。意味がわからん、バーカ。あんたか、今 LINE に電話かけてきたの。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。じゃどういうこと、どういうこと。え、箱フグとして俺水槽の中で、水槽の中でしか買えないの。もううぜえやよ、マジで。死んじゃうよね。もう息継ぎできないし。巨大水槽の中に水入れられて。いや、ただの殺害だから、それ。物件探しに行こう。いや俺だ、そもそもエイブルさんだっけ、エイブルさんと金曜日にあのもう予約予定入れてるんだけど、緊急事態って何、緊急事態。緊急事態はね、あの念願のあのマルコスちゃんの近くに住める可能性が出てきた緊急事態、全部撤回します。全部撤回して1から。本当ある意味緊急事態だよね、それ。とか言ってこの枠終わった瞬間にマルコスちゃんが配信して、やべえマティアスが来るとか言って、なんかそんな配信撮らないよね。そんな配信、逃げないととか言う、なんかやかましいっちゅうのこれ、マジで。後でかけるっちゅうの、パン屋で交通整備と警備員として雇ってもらうしかないね、そのボディーガードみたいな。なんだよマジで、すげえな今日。なんかうちの親と変なのが湧き出てくるな今日の配信。普段連絡してこんくせに今日なんかやたら平八とイカルドとのわけわからんリスナーが湧き出てくるけど、だって面白いぐらい親父と母親が面白い交互に電話かけてくるんだわ。なんなのこれ、なんでこんな交互に電話かけてくる、全く意味わからんけど。配信外でしか電話したくないとか言ってて、なんか配信中、がっつり配信中に交互に電話かけてくるよ。なんで出らんの、だって出るも出ないもん、だってもう話は決まってるやん。
人からホタテをもらった。お母さんと、いや俺は仲いいと思ってるけどね、めちゃめちゃ仲いいと思ってるけどね。俺はなんかすげえ仲いいと思ってる。いるのかな。そんなことなさそうだけど。弟？あ、弟いるの。ああ、見たことある見たことある。うん、あるある。あの家配信でしょ。料理配信でしょ。あるある。親と仲良くなって意味あるの？いや、意味とか言われても知らんけど。それいとこ、意味とか言われてもわかんないけど、別になんか お母さんと仲良くなったからマルコスちゃんと仲良くなれるっていう、そういう意味で言ったわけじゃないんだから。周りから攻めよう。まああのガチアンチョン周りから攻めてくるからね。枠主よりも、枠主よりもサポラン1位の人とか周りから攻撃してくるから、うん、あれが一番めんどくさい。マルコスちゃん、もうマルコスちゃんはもういないよ。落ちてるわ。まあ別になんかそういうのじゃなくて、まあ一回ちょっとご飯は行ってみたいよね、マジで、うん。まあ俺がもしマルコスちゃんをご飯に誘うとするなら、しゃぶしゃぶかな。いや、いるやん本人。いやびっくりした今。しゃぶしゃぶかな。大阪名物しゃぶしゃぶ。ご飯代振り込む。あ、マジで。あ、ありがとうございます。あの時高級な、いやだからもう、じゃあ違えな。あ、今ここにいるからちょうどいい。何がご飯、食べ物何が好きなのかちょっと聞いてみようか。食べ物マルコスちゃんって何が好きなの。魚、まさかの魚か。なんで多い待ってやつ現象に。カニ？カニが好きなの？箱が意味わからん。カニか？何この人？カニ？分からん、ずっとウロウロしてるんだが、怖っ、何この人。カニ、魚、焼肉、カニ、和牛、パン、焼きそば、うどん、アイスクリーム。あー
あーそっち来た、そっち来る、アイスクリームか、あーアイスクリームか。いやめちゃくちゃね、あのめちゃくちゃね有名なアイスクリームね、知ってますよ。めちゃめちゃ有名なアイスクリーム。誰がまサーティワンだよ。白バラの白バラのアイスクリームあるから、ね、あのちょっと行っちゃいます。白バラのアイスクリーム食べに。ご飯は一緒に食べたくない。でもね、あのね、夏に、夏だとかだと、あの夏とかだと、あのアイスがあの溶けて、あのちょっとあの俺があのベチャベチャになって汚いから、まあ、冬ぐらいの方がいいんだよね。ちょうど今の時期がちょうどいいとかね。アイスか。でもアイス食ってるとこ見たことねえぞ。ご飯なら予算なんぼや。まあ予算がね。じゃあまあカニ道楽行きます？カニ道楽。3万ぐらいで。いいじゃん。なんでそんなにマルコスに粘着してるの？いや粘着なのこれ。粘着でもないけど、確かにこれあるけどね。ほら、これを粘着って言われたらちょっと困るんだが。だからめっちゃ好きやんって、だから毎回言ってるやん俺。前からファンですけん、言ってるやん、意味がわからん。いやストッカーでもないでしょ。逃げて。いや結婚とかだからそういうのじゃないじゃんね。レノバ何を言うんだよ。ガチの質問じゃねえだろそれ。無理があるだろお前。普通に俺が良くても相手は無理ってのあるでしょ。いやいや、パン屋行くのがストーカーなの？パン屋は全然いいでしょ行っても。なんでパン屋も行っちゃいけないんだよ、意味がわからん。おかしいやろマジで。一からなんかめんどくせえな本当に。暇なんで。マルコスちゃんのガチ恋勢が誰だったっけ。なんかあのマルコス、あのパンの耳にいつだか配信つけていった時に、何だったっけな、誰かがめちゃめちゃブチゲー入れてきたよね、コメ欄で。誰だったっけ。すげえ綺麗だよね。誰だったっけなあれ。誰だったっけ、あの俺に粘着でしてきてためちゃくちゃやべえアンチも、あいつには切れてたんだよ。あいつがやべえぞって言ったんだよ。名前忘れたもん。そうなの。マティアスさんガチ恋いないの。
どう切れてた？いや、どう切れてたとか知らんけども、めちゃくちゃめちゃくちゃだ、もう みんなが見てもこいつやべえだろっていうぐらい、何にそんな切れてるのってぐらいコメントがおかしかった。一人めちゃめちゃ KY でずっと俺のこと言ってて、ガチアンチいます。何が寝るかや、寝らんわや。いやー、まあちょっとマルコスちゃん、あ、置いて、置いといて、まあ泉佐野でもいいんですけどね。まあ実際海あるし。そこでいいかっちゅうか、まあ安いんじゃない、普通に。いやでもな、また一からかよ、契約間近だったんだが、ぶっちゃけ。マルコスちゃんって黒人が好きなの？あ、じゃあ俺無理だわ、俺肌白いから。どの物件か教えて。あ、どうやって教えればいい？え、何これ、これ何、この流れ。家に来てくれるのかな。喧嘩教えればいい、その近辺。お前そマジでそういうこと。あ、どんな絵か見てみたい。うん、分かった。まあでも泉佐野にするんだったら、もうワンチャンやっぱりあの住所はあのちょっと公開できないんで、だからあの個人的に送るね、個人的に送るね。でもしもあのもしもいい家だったら、あのちょっとのって書いてほしい。DM 送るね。あ、まあでもね、でも結構いいとこだよ。写メスクショ撮って。DM 見た？いや見えてねえわよ。マルコスで原作。はい、どうかな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 、本人の反応は。え、マジでめっちゃいいとこじゃん、私も行っていいとかなるのかな。いや、てかマジでもうちょっとしたよ、もうちょっと出らんとまずいよね。あるわけねえだろ。いや、わからないよね、それは。それはわからんだろ、マジで。
あ、上のね、上のあれね、え、ここ私と一緒のアパートだとかなったらすげえんだかまあ超奇跡なんだけど、ありえない。まだしてた、なんで岐阜県だよ。あ、これ、ん？あ、泉さんの、これも。どうなんやろうね。うん。いや、待って。なんで反応がないんだろう。どういうことだ。泉さんの安いのに綺麗だね。だよね、結構いいよね。で、ね、あの見たあのね、あの部屋の中にね、あの階段あるしね、うん、あの部屋の中に階段つうのは違えよ、そういう階段じゃなくて落ちるだろう、うん、そういうことじゃないんだよ。ロフト？いやー、なんでしょうね。いや、これでも結構、いや、これはまあ確かにあの親父から来たとこなんだけど、いや確かにいいとこではある、かなりかなりいいとこではある、うん、ね、だからここにしちゃうもん、母さんで駐車場付きだし、駐車場付きだし、うん、ありえるよ、いいんじゃない、これ。誰が平八をしやねん、うん、そう、まあ、マルコスちゃん公認だし、公認祝いとして、まあ、ちょっとあのね、店みたいに、あの 花束みたいな、一生飾ります、そんなん来たら新居祝いでとか言って、サプライズすぎるだろうが。いや、借りるもんや。大阪にいても島根、あ、今ここ大阪じゃないです、ちなみに何言ってるんや、何が、ここ大阪じゃないです、ちょっと新居祝いでいいっすかねっていう質問は全部返ってこないっていうそういう質問に関してはもう一切コメントがない。生きてたか、いや死んでたわまあ、審査はね、通ったよ、マジで、川さってとこ、うん、だから全然いけます、泉さんので、ね、無職で審査通るの、あ、全然通ったね、無職でも審査通るってことですよ。
初見です。黒い全身タイツ着てるんですか。ちょっと意味わからん。全く意味がわからん。誰が目黒い全身タイツだよ。それでまあ、お前今日マジで無農薬ジャガイモにしか、いやちょっとよくわかんないけど、誰が無農薬ジャガイモやねん。おかしいだろ。分かった、新居以外で花が無理ならあれやね、あのマルコスちゃんに釣りを学ぼう配信、これが一番いいだろ。おいクソ豚、誰だお前は。やめとけ。なんで いいよ。お、マジで見たか、みんな。これ偽物じゃないよね、これ。やったー、やったぜ、マジで。魚釣りを学ぼう配信。いや社交辞令とかじゃないって。なんで社交辞令って。念願のコラボ企画か。あ、突き落とされたらね、俺本当に泳げない人なんで、まあ当日突き落とされてもいいように、浮かぶやつ買っとくわ。服浮かぶやつ、後ろからスコーンと落とされても別に浮くやつあるじゃん。誰がお前浮き輪なんかつけて釣りせんといけんかよ。笑いもんじゃねえかよ、まあ、そんなの意味がわからん。いつ引っ越すの？あ、だからもうあれだよね、金曜日には行きますよね、行ってきますね、本当に。泉佐野行って内見して、じゃあもうあります、入ります。でも来月あたりには、でもマルコスちゃんだからめちゃめちゃ忙しそうだもんな。イカルド外出、意味が、これも決まったから、まあ入居してからだな。入居してからやね。いや、お疲れ様でした。戻ります。 LINE 教えてもらえねえかな。よし、だ、あ、最後には LINE はどうなの。 LINE はお疲れ様です。しつこく連絡しないから大丈夫だよ。サムネなんかこんな感じじゃん。それは無理か。
ないよ、でも全然ちゃうやつやん。いなかった、本人。やだやだ。意味が分かんないけど、まあ、まあ、とにかく今日あります。お疲れした。まあ、DM でやり取りできればいいや。